フランティシェク・パラツキーフランティシェク・パラツキーは19世紀に活動したチェコの歴史家、政治家。チェコで流通しているセンコルナ紙幣に肖像が使用されている。ホッツラビツエの学校教師の家に生まれ、1812年からプレスブルクに送られ最初の教育を受ける。1823年からプラハに定住し、そこでヨゼフド・ドブルフスキーと出会い、信仰を深める。 フラハに設立されていた民族博物館の機関誌、国立民族博物館、キャシピスナレッドナイムゼアを1827年から発刊することになり、ボヘミア民族を主から蘇らせる試みとした。1831年に文化団体マーティス・チェスカを設立。その頃から、ボヘミアのあちこちにある上官の文庫を利用して主張となる。 ボヘミア氏ゲシュヒテホンブーマンを書き始める。1848年の2月革命に応じて、プラハで開かれたスラブ民族会議では議長を務め、ウィーンの立憲議会に選出される。4月には、フランクフルト国民議会の準備議会にも、オーストリア代表として選ばれたが、フランクフルト議会は一度もドイツに所属したことがない、チェコ人をドイツ圏内に引き入れるのを目的としていると指摘し、 小平を辞退した。一方5月にオーストリアの文部大臣の職に就くよう要請されたが、ドイツ系住民の反発を考慮してこれも辞退している。政治家としてのパラツキーはすでに知名度が高く、その挙習は注目を集めていたので、スラブ人とドイツ人の間でバランスを取らねばならなかったのだ。革命の勢いはさらに強まり5月末には、プラハで、 臨時政府評議会が設立され、パラツキーも参加する。ここでのパラツキーの役割はハンスラブ主義の過激派を抑えることにあり、オーストリアを名手とした連合国家を施行し、その国家のための憲法草案まで起草したが、6月12日に起きた非武装の急進派によるデモをきっかけとして、オーストリア当局の干渉を招き、チェコの立憲運動は中断された。 その後もパラツキーは自分の影響力をチェコ文化の確立のために捧げ終身貴族とされる。カント哲学に影響を受けヒューマニストとしてパラツキーは人間性を信じ民族とは人類の一体化という目的のための一手段に過ぎないと説く。パラツキーの祖先はアウクスブルク信仰告白によっているター派に改修する。以前はモラビア兄弟団に所属していた。 パラツキーはその精神的伝統に、カントの史上命令に関する教えを結びつけた。つまりチェコの宗教改革の意義は、神学上の変更にはなく道徳上の進歩にある。モラビア兄弟団において、カトリックとプロテスタントの協議は相互に浸透し合い、キリスト教はこれまでで最高の水準に達した、モラビア兄弟団は歴史的発展の終局点である、と彼は考えた。 ボヘミア市でカトリックの出版物では野蛮な共振者として描かれていたフス、ジシカ、プロコップなどのチェコ宗教改革の投資たちを復権し、チェコ人よりも敵の残虐さが甚だしかったことを示した。パラツキーはオーストリアにより検閲に苦しみながらも、最初はドイツ語で書かれていた、ボヘミア市を1848年以降はチェコ語でも出版できるようにした。この事業は、 後のチェコの歴史家たちを励まし、バーツラフトメクなどの弟子たちを育てた。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典の解説。コトバンク。2018年2月11日閲覧。GP グーチ。近代史学史、吉川博文館。1960年。P185。エルネーミア。1948年革命平凡者。1998年。 P161 から 162TG マサリクマサリクの講義録公文社1994年 P111 ありがとうございます。